皆さんこんにちは、シャンクスロードです。今日は雪でぐっちゃぐちゃになった畑の水はけを改善した動画になっています。長雨とか台風でもこんな感じのケースが考えられるので、手動の縦穴ドリルを使って穴を開ければ畑の水はけが改善できるっていう。それでは畑の様子からどうぞ。はい、畑着きました。それではまず畑の状況から見ていきましょう。まず畑全体を見てもらうと、雪が溶けてきて通路のところに水が溜まってるのがわかります。この水が溜まってるとなかなか作業も今後しづらいので、この水を逃がしていきたいと思います。で、今回はこちらの手動の縦穴ドリルを使ってやっていきます。エンジン付きのドリルだとまだ下が緩いので掘りづらいと思ったので、こっちをとりあえず使って危なくないように作業をしていきたいです。下に刺してこうやって回していくと、よいしょ、抜くときは反対に回して水が今掘った穴に向かって逃げていくのが分かります。これを続けてやっていきます。回すと下にドリルが回って穴が掘れていきます。ある程度行ったら反対にドリルを回して、でこれをもうちょっとで抜きますね。ちょっと拡張して、よいしょ、こんな感じで高いところから低いところに水が抜けるような原理で、これで水かけが改善できるってわけです。結構ここが特にひどいなって思ったんで、細かく掘っていきたいと思いますね。それではこんな感じで穴開けたので、1日経った後の様子見ていきます。それでは1日経ったので昨日穴開けたところの様子見てみましょう。雪解けも進んだのでもっとぐちゃぐちゃになっていくかなって思ったんですけど、やっぱり穴開けたところにしっかり水が溜まってくれてるので、そこまで大変なことにはなってなかったので良かったっすね。なのでこれからもっと乾いてくれば天気も良くなって、そこまで大変な思いをしなくなるなって今のところそう思ってますね。ドリルで穴開けて2日経ちました。天気も良くなったことで、もう完璧、畑の雪、溶けちゃいましたね。それで、この通路のところがぐちゃぐちゃだったところを穴開けた結果、しっかり、開けたところから水が抜けてくれたので、こう、まあ多少は濡れはしょうがないんですけども、そこまでひどくないっすね。これで遅れていた
ニンニクの追肥なんかもできるようになりますね。嬉しいぜ、勇気解けてくれて嬉しいぜ。はい、結果から言うと、水は通路の硬いところとか低いところに溜まりやすかったので、今回はそこにまあ適当な感覚で穴開けていったんですけども、まるでお風呂の栓を抜いた時のような感じで水がどんどんと勢いよく抜けてくれたので良かったと思います。穴の深さはだいたい30センチか40センチの深さで掘っていったので、これを参考にしてみてください。そんな感じでした。以上、シャンクスローでした。バイバーイ。